今回の 3DS Max 2011で最大の目玉の新機能と言っても過言ではないかと思いますけれども、スレートマテリエーターのお話をしていきたいと思います。マテリエーターになります。新しい、タイプのマテリエーターになるんですけれども、実は 3DS Max、実際には LT ベースの 3DS Max、3D スタジオ Max が出てからですね、マテリエーターだけは、小さな変更はありましたけれども、抜本的なユーザーインターフェースの改良というのはずっと実はなされてませんでした。今回、初めてそのマテリエーターに手が加わったということで、非常に扱いやすく強力なものになっています。ちょっと簡単なファシーを開いてみましょうか。はい、空飛ぶ帆船のような、モデルデータになっているわけなんですが、従来のマテリエーターのアイコンをプッとクリックしてみましょう。これが新しいタイプのマテリエーターになります。いわゆるノードベースで、さまざまなマップノードであるとかマテリエーターノードをコネクトしながら一つの完成されたマテリエーターを作っていくという形になります。こういったノードベースのマテリエーターにすることによって非常に複雑な、例えば、10段階ぐらいネスト化されたマテリアルであるとか、そういったものでも、第三者にそのデータを渡した場合でもその構造がどうなっているかというのを一目瞭然分かるようになりますし、あるいは非常に高解像度のテクチャを多数使っているような場合、やはりメモリの節約である、メモリを節約したい、それによって全体的なパフォーマンスをより上げたいというような場合でも、もう無駄がどこで発生しているのかというのも一目瞭然分かるようになっていきます。じゃあですね、この新しいマテリエーターを使って、新規にちょっとマテリエーターを私これから作ってみたいなというふうに思います。まずこのスレートマテリエーターの、ちょっと UI の説明を簡単にしますと、向かって左側が、新しいマテリエルマップブラウザになります。マテリエルマップブラウザは今回これも一新してますね。で、真ん中がいわゆるノードをつな、いでいって、マテリエルを編集していく、ビューと言われているゾーンになります。でその右側がどの部分を、大量のツリー構造になっていると今どこを自分が見たいのかと瞬時にナビゲートするナビゲーター、さらに選択したマテリアルのプロパティが見れるゾーンに構成されています。でこのビューに関してはタブ構成で分けることができます。なので非常に大量のマテリアルでもタブ分けして整理して編集をしていくということも可能ですよということですね。じゃあ、それは新規で私作っていきたいと思いますので、これは新規ビューを作成というのをやっていきましょう。ビュー4というのを作りましたね。じゃあ、新しいマテリアルマップブラウザ、すべてロールアウト形式で見ることができるんですけれども、そこから標準マテリアルから、一番標準ですね、スタンダードのマテリアルを持ってきましょう。このマテリアルをドラッグ&ドロップで持ってきます。はい、オペレーションの時はこんな感じですね。じゃあ、この標準マテリアルに対してこのマップを載せましょう。標準マップから、じゃあビットマップを取り込みます。ビットマップに関してなんですが、どのビットマップでもいいですね。どれにしようかなとずっと見てるんですが、じゃあこの中馬に乗ってるやつにしましょうか。はい、こういったビットマップを選びました。この、サムネイルの部分ダブルクリックすると大きく見ることができます。これはマップでもマテリアルでも同じですね。ダブルクリックすると大きく表示されます。ちょっと分かりやすいようにこういった状態をやりましょうか。じゃあ今ここにビットマップのマテリアルが、マップノードがありますので、これを拡散反射光カラーにつないでいきたいと思います。つなぐ操作は非常に簡単。右側の、ソケットがありますね。これはアウトプットのソケット、出力ソケットになりますので、そこからマウスをドラッグしてワイヤーを出してインプットのソケットにコネクトします。これで出来上がりになります。はい、こんな状態ですね。じゃあ、このバンプマップをこれつけたいなというときに、従来ですとこのバンプからまた、マップを選択するとか、サンプルスロットからドラッグアンドドロップするとかいう操作だったと思うんですが、今回もこのワイヤーからバンプにつなぐということでできます。下側に出てくるこの黄色いノードなんですが、これはマップの、強度を表す、コントローラーです。いわゆる 100% だったら、きちっとそのテクチャに乗りますし、 0.3% です、 0.3 ですと 30% かぶるというような値ですね。ちょうどマップでいうところのここの値になります。従来 の、 この量という部分ですね。もちろんこういった数値というのはマックスは全部アニメーションコントローラーで管理してますので、そういったノードも扱うことができますよという形です。
で、今このマップを使ったんですが、バンプマップに関してはこれグレースケールでやりたいですね。で、コントラストであるとか、原因をコントロールして、そのバンプの起伏のコントロールをしたいなというのもあるかと思います。ですから、この標準のマップの中から、じゃあ今度はですね、カラー補正、これをこちらに持ってきましょう。ダブルクリックしましょう。カラー補正マップですね。ただ、何も今、元の素材がコネクトされてませんので、じゃあこの、ビットマップ、拡散反射光カラーとバンプに使われているビットマップのバンプに接続されている、ワイヤーをそのままドラッグして、カラー補正の入力ソケットに入れちゃいましょう。で、カラーマップの出力ソケットをバンプにつなぐという形です。はい。じゃあ、今度カラー補正の方からサイドを落として、これ大きくしましょうか。サイドを落としたりとか、あるいは、輝度、コントラスト変えてもいいですし、あるいは拡張機能を使うと RGB ベースでそういうのを変えることもできますね。R の方のオフセットを少し上げていきましょう。リフトしていこうとか、まあ、非常に細かく、制御していくということも可能になっていきます。はい、こういった形で非常に分かりやすく、制御されているのが、ご理解いただけるかと思います。で、こちらの、マテリアルのソケットなんですが、ちょっと大きいなという場合もあるかと思いますが、このノードを右クリックすると様々なオプションにアクセスすることができます。例えば未使用のノードスロットを非表示してねとやると畳んでしまいますね。こんな状態です。はい、こう小さくコンパクトに、合わすとレイアウトすることも当然可能になっています。あと、いちいちこのリストからドラッグアンドドロップするのはちょっと面倒じゃないかなというふうに思われる方も多いかと思いますけれども、ちょっとこれ元に戻しましょう。はい、例えばそうですね、ここから反射マップ、つけたいなというふうに思った場合ですね、この反射マップから何もないところで離してあげると、瞬時にここからビットマップにアクセスして反射のレベルをここで作っていくということも可能になります。こんな状態ですね。同様にアウトプットの方でもワイヤーで持っていって、例えばこれをマルチサブオブジェクトにつなげたいというような場合でも OK です。あと、何もないところでも、このビュー上で右クリックしますと、すべての、マテリアル、マップノードにアクセスすることができます。ですので、非常にですね、慣れてくるとレスポンスよく、どん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 マテリアルを作って、どん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 マテリアルを、編集するということができるようになってきます。また、非常に複雑になっていった場合ですね、ちょっともう一個今タブを作りましたけれども、このマテリアルを別なビューで使い、編集をしたいというケースもあるかと思います。例えばこのバンプマップで使ったグレースケール化したマップノードをビュー5でさらに使いたい、インスタンスするとこちらに、その部分だけをインスタンスコピーして持ってくるということもできます。早速先ほどの、例えば、グレースケールの値ちょっと嫌だなと、原因のコントロールをもっと単純にやっていきたいなという時にはこれ編集をしてあげましょう。ちょっと分かりやすいきつくやってみますね。こんな感じにしてみましょう。そうしますと先ほどの部分も同じように変更されています。こういった形で非常に自由度の高いインターフェースになっているというのがお分かりになるかと思います。さらに、このマテリアル、どの部分のマップのレベルをビューポート上で、表示しているのか、マップの表示ですね、全体のマテリアルとしてハードウェアシェーリングで表示させているのか、マップの部分だけ表示しているのかということに関しては、こちらのタイトルのラベルのところにストライプが入ってきますので、このストライプが入っているところというのはマップ表示されているんだなというのがわかるかと思います。あと割り当てに関しても出力ワイヤーをビューポート上で離してあげるとわかりますかね。こういうふうにマテリアルを適用するということができます。つけてみましょう。ぐちゃぐちゃになりましたけども、この部分のマテリアルが変わったのが分かるかと思いますね。今ストライプ入っておりますよね。こんな状態になっています。はい、あとインスタンスでコントロールされているよというのは違う色でストライプ入っているというのも分かりになるかと思います。